こんにちは。小中高年の味方、正義です。今日はですね、最近新聞に、昨日の新聞にも載ってたんですけど、欠陥エアバッグのですね、リコール拡大ということで載ってました。うちのですね、うちのもう車も古いのを持ってるんですけど、そちらは関係ないかと思ったら、このブランドでですね、日産の、これは、プレサージュですね。これが一応日産によるとですね、2万と301台ちょっと、リコール対象になってますからですね、こちらを、まだ日産の方からは連絡はありません。おそらくないと思います。日産から中古で、私は個人の販売店から買いましたから、ないと思いますので、こちらからですね、日産の方に電話してみたいと思います。これがですね、事故を起こさなければエアバッグは必要ないんですけど、事故を起こした時エアバッグで助かって、その金属片が飛んで死んだということだったら、もう話にもなりませんからですね。そういうことでまた電話をしまして、その状況はまた続きということで投稿させていただきたいと思います。はい、引き続きですね、欠陥エアバッグのリコールということで、早速ですね、日産の、日産自動車のお客様相談室の方にですね、電話かけました。相談室ですから、もちろん、向こうの先方の方から、品質向上というかですね、向上のために録音させていただくということでですね、私が、言ったことは録音されております。電話しましたところですね、フリーコールですから、ちょっと電話がつながるのにですね、やはり混んでるということでですね、5分ぐらいちょっとかかりました。で、5分かかりまして、担当の女性の人が出まして、こういうことで、エアバッグのことでって言ったら大変恐縮で、非常に問い合わせの電話とかかかっているんだと思います。そういう感じで非常に恐縮されてですね、返答されました。で、うちの場合はですね、プレサージュの、形式、型番ですかね、これを言ったら、うちのは対象外でした。一応新聞にはですね、プレサージュということで2万と301台ということを書いてありました。ここにね、ここに、型番とかまで、詳しく書いてあればですね、電話する必要はなかったんですけど、そこが書いてなかったからですね、一応電話するような形になりました。だけど、皆さんもですね、やっぱ、この新聞に見た、車種と、製造年、一応書いてありますかね。書いてありますけど、心配だったら一応もう確認された方がいいと思います。で、この製造年がですね、確実にもう外れてれば、大丈夫と思いますけどですね。それでも確認の意味でですね、もう最終確認の意味で、相談室に電話されたらですね、安心かと思います。うちのですね、プレサージュも、一応 OK でした。OK というか、この、高田ですかね。この、メーカーの、かどうかというと確認、しませんでしたけど、一応その欠陥の作った時期には当てはまらないということで安心です。それにしてもやはり事故を起こさないが一番いいですからね。今後もですね、車の運転、安全運転でですね、していきたいと思います。で、日産の方はですね、やっぱり非常に、気を使って丁寧な、答えをですね、されていらっしゃいますので、なかなかですね、いいかと思います。ちょっと、ごちゃごちゃになりましたけど、これで終わります。どうもありがとうございました。